つい数日前まで半袖だったはずなのに、今は綿入りのズボンを履いてるイヤホンレビュー。気温の変化が極端すぎるが、今週はずっとこの寒さみたい。衣替えもはかどってないが、今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回紹介するのは、トリポインの新作ケーブル、アルテアだ。トリポインは、KZK のフルバランスドアーマチュアイヤホンの委託生産モデル、トリポイン TP10 からデビューしたブランドなんだが、最近はちょっと様子がおかしい。TP10 発売以降は、しばらく低価格で優秀なケーブルを展開。その後は、面白い、5000円程度の1ダイナミックドライバーモデルを展開し始めてる。1ダイナミックドライバーのイヤホンの方も気になるんだが、今回は、登場後、ずっと面白くて安いモデルを出してる、ケーブルの方の話だ。アルテアは、イヤホン用のケーブルの中では、かなり基本的な仕様を持つケーブル。だが、その潜在品質は1万円クラスのケーブルにも引けを取らない。ケーブルの価格は、基本的に素材の価格と素材の量に比例して、ぐんぐん上がっていくものなので、中華でお得なケーブルで1万円クラスと同じスペックを持ってたら、1万円になるのが普通なんだが、そこでさらにお安いのが、最近のケーブルの特徴だ。ってことは7000円割るくらいかな？いや、2021年10月19日現在、Amazon における価格はなんと4280円。で、クーポンついて4000円割る。潜在のスペックは、6N。これは純度を示す意味で、99.9999 の純度の純銅線を使用したケーブルだ。採用されている純銅は、イヤホンケーブルとしてはド定番。大体のケーブルはここにメッキをかけたりして、重視したい部分を伸ばすが、この中でもメッキなどが施されていない純銅は、一番素直にイヤホンの特性が伸びる、ある意味最も真っ当なアップグレードケーブルだ。低グレードの純銅線の場合、高音域が優しくなりすぎちゃう場合もあるんだが、アルテアに採用されている純度 6N の単結晶銅は、かなり高いグレードの潜在と言っていい。逆に、潜在の品質を追求しすぎて細すぎると低音域が進化を発揮できない場合もあるんだけど、写真からもわかる通り、しっかりと潜在には厚みがあるので、そっちの心配もなさそうだ。潜在のスペックと量だけで言えば、他社の1万円クラスとそう変わらない品質、という点だけでも注目度の高い一台だな。また、純銅ケーブルは、黒一色の被膜か、銅の色がよく映える、透明のケーブルを採用することが多いんだが、アルテアに採用されている被膜は、半透明の青。これが、銅色の潜在と相まって、薄紫と空色の中間のような独特の質感を生み出す。プラグ部分も、ガンメタル系の艶消し仕上げ。これは分岐部とコードをまとめるパーツにも統一感があって、見た目もかなり訴求力のあるケーブルだ。こういう繊細な色合いのケーブルは、黒やシルバーのような落ち着いた色合いの本体から、同系色のイヤホンにまで、意外と合わせやすいぞ。取り回しについては、編み込みが緩めにされていて、なおかつ潜在の太さが過剰になりすぎない程度なので、何かと便利な使い勝手。さすがに24芯のような多芯太めのケーブルに比べると柔軟性で劣るが、使用中にビヨンビヨン暴れたりするほどじゃないし、重量も極端にあるわけじゃない。十分に実用的な1台、と言えるだろう。編み方、潜在はオーソドックス。外観は目を引き、仕上がりも良好。取り回しは問題なしで、潜在のグレードは価格帯より一回り上、と。バランスよく魅力に溢れた本気。そうそう、プラグの話をしていなかった。低価格ブランドの場合、4.4mm。悪い場合はバランスプラグの取り扱いがなかったりするが、アルテアは、3.5mm、2.5mm、4.4mm 全て取り扱いがある。よくわからない人は、ここは 3.5mm を買っておけば大丈夫だ。イヤホン側の端子は、CIEM にも対応する、埋め込み対応の2ピン型と、MMCX の定番2種類に加え、KZ の現行イヤホンでよく使われる QDC タイプ KZ タイプ C が用意されている。今回レビューに使ったのは QDC タイプの 3.5mm だ。現在流通している大半のイヤホンとプレイヤーに対応できるラインナップということだな。で、スペック、外観、値段ともに今のところ花丸だが、実際に使ってみると、トリポインには悪いんだが、これ、KZ や TRN などの素直なアップグレードケーブルとして、純正ケーブルより一つ上を狙っている人におすすめしたいケーブルだと思う。アルテアに使われている、高純度の単結晶銅は、高音域を柔らかくしすぎず、中低域をしっかりグレードアップする潜在だ。また、量も極端に多かったり、少なすぎたりしすぎず、イヤホン本来の音色を変えるというよりは、そのまま押し上げるタイプのケーブルだと思う。いろいろごちゃごちゃ言ってたスペックから想像される通りの、素直に全域が引き上がるが、フォーカスを失わない、優れたケーブルだ。ケレン味が強いイヤホンにはさらにそのバランスを極端にするものを合わせたくなるところだが、アルテアはそこら辺をリセットできる、上位潜在のケーブルとして、お手軽に購入できてなおかつ外観も良い。
また、もちろんそれ以外の方法でも、本気は活用できる。特定用の音域を伸ばすのではなく、平均点を押し上げるタイプのケーブルなので、すでに満足しているイヤホンのバランスを保ったまま引き上げたい時におすすめしたいケーブルだな。似たような同ケーブルの中では、比較的高音域がよく立つ。同じようなスペックと線の厚みでも、より暖色に偏るケーブルと、感触を維持するケーブルがあるんだが、アルテアは後者に属するな。HCK のワッポイとか、バロックに近い傾向。より温かみがあって音圧に優れたケーブルをお求めなら、どうか各体なら GCT4 とか武骨なケーブルに進むのがいいだろう。が、アルテアはとりあえず1本、でおすすめできるオーソドックスさと、高品質さを、その品質よりもかなりお得な価格で手に入れられるケーブルだ。実は個人的には見た目だけで押したいんだけどな。と、こんなところだな。ケーブルに求めているものは人それぞれだと思うが、このケーブルは、まずは一度触ってみてほしい、素直に伸びるタイプのケーブル。銀メッキや24芯は持ってるけど、意外にこういうケーブルを持っていない人、それから、この手のケーブルは持ってるけど、どうしても価格が高いので揃えられなかった人に、ちょうどいい選択肢になると思うぞ。と、言ったところで今回はここまで、イヤホンとケーブル、バランスよくオファーが来てるんだけど、輸送問題の関係で手元にケーブルが集中してるので、しばらくケーブルを重点的に紹介することになりそうだ。